ビリューチー島はアゾフ海北西部に位置する陸系島でフェドトバサスが南に伸びた一部である。幅の狭いフェドトバサスの北部と共にビリューチィ島はウッドリュクスキー型を東側の海と隔てて形成している。1929年まではフェドトバサスの北部とは狭い海峡で隔てられており独立した島だった。ウクライナのヘルソン州に属している。島とえ、 ルソン州本土との間には、陸地の接続はなく、ウトリュクスキー型に隔てられている。島の長さは2 4トル幅は約5キロメートルで、面積は72.32平方キロメートルである。島の北西と西の岸にはいくつかの浅い例と、河口がある。小型船は、ほとんどの場合、島の南西端の湾を利用している。島の西岸と北西岸に沿って、 深さ5メートル未満の大きな浅瀬がある。ビリューチー島のメスのダマジカ島は中石型で砂とコキーナとで形成されている。海岸沿いには多数の湖がある。いくつかの小さな塩湖と一つの大きな湖であるオレン湖が北岸に沿って伸びている。島では牧草地、沿岸水域、砂草原の風景が見られる。植物省には 約700種の植物が含まれている。1970年代から80年代にかけて232ヘクタールの地域に柳葉組、ヨーロッパの白いニレ、ニセアカシア、西洋トネリコからなる保護樹林が植えられた。環境に順応した約1000頭のアカシカ、2500頭のダマジカ、90頭のアジアのロバや 数十頭の家畜化した馬と無フロンの生息地となっており、適応した鳥類はキジである。紀元前10世紀には、ビリューチー島の周辺に王族スキタイ人が住んでいた。おそらくこれは、いくつかのスキタイのコインに描かれていた島、サスそのものである。2003年9月17日、レオニードクチマウクライナ大統領と、 ウラジーミルプーチンロシア大統領の会談がこの場所で行われた。この会談で両首脳はアゾフ海とケルチ海峡の海域における海上の国境線について協議した。ビリューチー県大美術プロジェクトにおけるアーティストの作品ビリューチー県大美術プロジェクトが2006年にビリューチー島で始動した。新しいプロジェクトのシーズンは毎年開始される。年2回5月と9月に イベントが模様される。2015年、国際的なパフォーマンスプロジェクトの1000、キロメートルビューが始動した。カタマランに乗った参加者がストリーガからビリュージー、島までの1000キロメートルをカバーした。2015年秋、双子のイタリア人映画監督、ジャンルカマッシュミリアーノでセディオがこの島で撮影していた。2016年、イタリア人映画監督のジョルジオ・クーニョは、 ウクライナ人俳優ストプカオスタップ・ボグダノビッチを主役として映画シャウの第四部をここで撮影した。ビリウチー島という島の名称は一匹狼の島と訳されている。ビリウチィ現代美術プロジェクトの名称に使われているバイライチャイは造語であり、正式な英語表記バース声優を変形したものである。この造語は2000年代にプロジェクトの生物者が作成した。 ビリューチー島の領域に国立の保護区がある。保護区は1927年に設立された。島の南西端にビリューチー島台がある。5 R Z 1982 Z2 44 A total installation was made on by Rai Chai Island Art Ukraine 2015 Weekly Review of the Ukrainian Press 20から25セプテンバー2016ウクライナクライシスメディアセンター2セプテンバー2016ユーテロック,クリマンザブラックシーエンサイクロペディアバイセルゲイ・アール・グリノベツキイゴール・エス・ゾーンセルゲイ・エス・ディルト・ソーブアレクセイ・エヌ・コザレブアンドレイ・ジー・コストノイベルリンスプリンガー P787 ありがとうございます